問題、次の漢字はどう読みますか？自転車に乗ります。自動車に乗ります。地下鉄に乗ります。特急の電車に乗ります。信号が赤になります。車が止まります。まっすぐ行きます。信号を右に曲がります。信号を左に曲がります。まっすぐ行って右に曲がります。交通が不便です。交通が便利です。次の駅で電車を降ります。子犬がいます。小鳥がいます。池に魚がいます。写真を撮ります。海で撮った写真。
海で拾った石。顔を洗います。食事の前に手を洗います。工事がうるさいです。外がうるさいです。切手を買います。食料品を買います。作文を書きます。長い文を書きます。この紙に名前を書いてください。地図を見ます。用事があります。